皆さんこんばんは、監督の片田さんです。まずは今日のホーム最終戦並びに今シーズンのホーム戦、本当にご支援ご声援ありがとうございました。今シーズンホームで5勝しかできませんでした。そして7敗、そして今日引き分けて負け、この成績は決して満足できるものではありません。皆さんももっともっとトリニタらしい躍動感の持ったアグレッシブなサッカーを見たいと思います、持っていこうと思います。来シーズン本当に厳しいシーズンになると思います。それを覚悟で我々はやります。そして今シーズン目標を達成できませんでしたが、来シーズンは必ず目標を達成できる、そして皆さんが喜んでいただける、励みになる、活力になるゲームをこのピッチでたくさん表現したいと思います。新型コロナウイルスの影響で今シーズンというのは非常に大変で困難な状況になりました。これは我々だけでなく本当にたくさんの方が、いろんな方がそういう状況だったと思います。そのような中、サッカーをしてもいいのか、サッカーができるのか、本当に不安な中で我々は自宅待機、自粛期間過ごしてました。そして無観客からですけど、徐々にまたサッカーもある日常が戻ってきて、こうやって最終戦までサッカーができたこと、本当に幸せだと感じています。それもひとえにいろんな方がこの試合に向けて、リーグに向けて再開できるように尽力を尽くしてくれたと思います。医療従事者の方もはじめ、スポンサー様やこのドームの方々、そしてボランティアの方々も、そういう状況の中でも最後まで我々のサポートをしていただきました。本当に我々はいろんな方のおかげでサッカーができています。その感謝を来シーズンパワーに変えて、思い切ってこのピッチで皆さんの励みになるようにアグレッシブにチャレンジしたいと思います。最後になりますが、毎回毎回このような時にこのような状況で大変恐縮ではありますが、来シーズンのシーズンパスをご購入の方はぜひ来シーズンも継続していただき、まだ終わってない方はぜひ新規にご購入、入場券よろしくお願いします。来シーズン J1 20チームです。試合数も多いです。たくさんあると思います。いいゲームを必ずお見せしたいと思います。どうかこれからも大分トリニータをサポートしてください。一緒に2021年のシーズンを戦いましょう。これからもご支援ご声援どうかよろしくお願いします。今日はありがとうございました。